航空宇宙防衛軍団はかつてアメリカ空軍に存在した組織。主要軍団レベルの組織であり、アメリカ合衆国本土の防空を主任務としていた。1946年3月21日に本土の防空組織としてアメリカ陸軍航空軍、防空軍団が設立された。対戦中の本土防空は第1空軍、第2空軍、第3空軍、 第4空軍の4個航空軍が担っていたが、ADC はこれに第15空軍を加え上級部隊として統括するものであった。1947年の空軍設立に伴い空軍所属となっている。1948年12月1日には戦闘機、溶撃機戦力の大陸航空軍団への統合集中に伴い、ADC もその指揮機構の一部となった。 朝鮮戦争の勃発による朝鮮半島への大規模兵力派遣は大陸航空軍団における防空及び制空任務の兼務が非効率であることを示し1951年1月1日に ADC は防空部隊として再独立することとなった。1950年代からはソ連の爆撃機を警戒する中部カナダ船や 遠距離早期警戒線などの早期警戒レーダー網が整備され ADC の管轄に加えられた。1960年代には半自動式防空管制組織を実用化させ防空任務を実施した。1958年にアメリカ合衆国、カナダの合同組織、北アメリカ航空宇宙防衛司令部が設置されるとその指揮も受けるようになっている。 レーダー搭載のジェット迎撃機も1950年代には配備が開始され、リュウなどによる早期探知、サージュやノラドによる効率的な迎撃完成により有人爆撃機に対しては高度の迎撃体制が構築されていた。1960年頃からは弾道ミサイル技術の発展に伴い、その発射の早期探知、警戒も加わり、 弾道ミサイル早期警戒システムの運用も行った。1968年に名称に宇宙も加え航空宇宙防衛軍団に解消された。ボマーギャプロンによるソ連爆撃機に対する過剰警戒の反動、ベトナム戦争後の軍縮や使用を攻撃手段が防御が困難な弾道ミサイルに移行したことなどにより存在意義が薄れ空軍周辺への任務と戦力の移管と 戦術航空軍団への吸収がされることとなった。1979年7月1日に戦術航空軍団防空部が設立10月1日に部隊が遺憾となった。1980年3月31日に書類上でも編成解除された。ありがとうございます。